こんにちは。今回は2022-2023 J リーグのオフの移籍市場で序盤戦の勝ち組だと思う J2 のクラブを4チームだけ挙げてみました。本日は2022年の11月30日です。カタールワールドカップも折り返し地点を迎えました。1勝1敗の日本代表はグループリーグ突破をかけて3戦目で強豪のスペインと対戦します。スペイン戦は大一番になりますが、 J リーグのストーブリーグもようやく盛り上がってきました。ワールドカップの裏で J リーグのオフの移籍に関するニュースも続々と流れていますが、今回は11月30日の昼の時点で序盤戦の移籍市場で勝ち組だと思う J2 のクラブを4つ挙げてみました。それではスタートです。まずは1チーム目です。1チーム目はベガルタ仙台です。今シーズンは J2 で7位でしたが、ここまでこれ以上ないほど充実したオフになっています。早くも主力の半数以上の残留が確定しており、文句なしのオフシーズンになっています。ここまでの仙台の主な動きをまとめてみるとこうなります。浦和でもプレーしたエベルトンを期限付き移籍で獲得して、大分からセンターバックの小出を完全移籍で獲得しました。さらにロアッソ熊本のセンターバックの姿を完全移籍で獲得して、セレッソの山田大翔は育成型期限付き移籍で獲得しました。一方、11ゴール挙げた富樫が鳥栖に完全移籍となりました。ベテランの平岡は契約満了です。その他で契約更新が発表された主な選手を書き出すとこの通りです。14ゴール挙げたエースの中山は契約更新で、33試合で4ゴール7アシストの中島元彦はレンタル延長となりました。他にもホギーニョ、遠藤康志、マセ、小畑、若狭、内田優斗なども契約更新が発表されています。これだけ多くの選手の契約更新が発表されているのは J リーグの60クラブの中で仙台のみです。これだけでも十分と言えますが、さらに FC 東京の林を完全移籍で獲得して、ホハンのホヨンジュンを期限付き移籍で獲得して、鳥栖の佐原も期限付き移籍で獲得しました。その上で仙台ジュニアユース出身のボーケの獲得も濃厚と報じられています。これ以上ないほど充実したオフになっています。大卒ルーキーの大曽根は J2 に昇格した藤枝に期限付き移籍となります。2022年シーズンの仙台は秋以降に大失速してプレーオフ出場も逃しました。草刈り場になる可能性もありましたが、すでに触れた通りレギュラー格の選手の多くが契約更新済みで、中島元彦もレンタル延長となりました。その上でエベルトンや姿や山田や林などを獲得しており、文句なしで J2 の22クラブの中で最も充実した補強ができているクラブといえます。このままいくと昇格候補の筆頭に挙げられるのは間違いないところです。次は2チーム目です。2チーム目はジェフ千葉です。こちらは10位に終わって今シーズンも J1 昇格を逃しましたが、ユンジョンファン監督が退任して小林義行ヘッドコーチが監督に昇格しました。新たにポジショナルプレーを取り入れるのではないかと言われています。千葉もここまで充実したオフになっています。ここまでの動きをまとめてみると、10番の三木が契約更新をして、8ゴールを挙げてチーム内得点王のセンターバックの新井も契約更新となりました。鈴木大輔も契約更新となりました。その一方で J3 でベストイレブンに輝いたいわきの日高を獲得して、スウェーデン金沢の右サイドバックの松田陸も獲得しました。サイドバックを中心に積極的な補強を見せています。その一方でチャンミンギュは町田に流出濃厚となっています。ユン体制が終了して新しいスタートを切りましたが、なんといっても10番の三木の残留が早々に決まったのは非常に良かったと言えます。またセンターバックながら得点源になった新井の残留も早々に確定しました。
補強ポイントだったサイドバックは松田と日高を獲得してグレードアップに成功しました。あとは得点源になれるフォワードを獲得したいところです。次は3チーム目です。3チーム目は水戸ホーリーホックです。2022年シーズンは13位に終わって秋葉監督が退任しました。新たなスタートを切りましたが、こちらは若手や主力級の選手との契約更新のニュースが続いています。水戸のここまでの動きをまとめてみるとこうなります。琉球でゴールを積み重ねた草野を完全移籍で獲得して、青森山田高校出身で浦和が保有権を持っている武田秀俊の獲得が有力視されています。さらに大崎や松田や梅田といった有望株と複数年契約を結ぶことができました。また U19 日本代表に選ばれているセレッソ大阪 U18 の春菜の獲得にも成功しました。水戸というと過去の移籍市場では主力の流出話で話題になることが多かったチームですが、今シーズンは一味違います。ポジティブなニュースが多いオフになっています。注目すべきはたくさんの有力な若手や主力と複数年契約で更新できている点です。今後彼らが流出した場合でも幾分かの移籍金を獲得することができます。またストライカーの草野を獲得できたのは非常に良かったと言えます。テクニックのある武田秀俊のレンタル移籍も濃厚で、ここまでは非常に充実したオフになっています。キーパーの春菜は U19 日本代表の常連のキーパーです。主力の流出の話もここまでは出ていないので非常にいいオフになっています。最後は4チーム目です。4チーム目は栃木 SC です。こちらは今シーズンは17位でしたが、2023年シーズンが時崎監督になって2年目のシーズンとなります。栃木も主力や若手との複数年契約が続々と発表されています。ここまでの栃木の動きをまとめてみるとこうなります。ボランチの神戸、佐藤翔、サイドプレーヤーの黒崎、アタッカーの大島、ストライカーの瀬沼、左利きの大森などと複数年契約で合意に達しました。神戸や黒崎や大森などは期待の若手で流出する可能性もあったので非常に良かったと言えます。水戸と同様で栃木も多くの若手や主力と複数年契約を結ぶことができました。同じように彼らが流出した場合でも移籍金を獲得することができます。選手との契約年数を公表することは J リーグではあまりありませんでしたが、これはいい傾向と言えます。主力の流出の話もここまでは出てきていないので、栃木も充実したオフになっています。総得点が32得点でリーグワーストだったので、今後は攻撃力を強化したいところです。以上のような4チームをピックアップしました。ただあくまでも2022年の11月30日の昼の時点での評価です。今後この評価は大きく変わる可能性もあります。今回の動画は以上です。本動画では J2 のクラブの序盤戦の勝ち組をピックアップしましたが、次回の動画は J1 編です。 J1 のクラブで序盤戦の移籍市場で勝ち組だと思うチームをピックアップしたいと思います。今回の動画は以上です。面白かった時はチャンネル登録をよろしくお願いします。最新の動画は夕方の18時ぐらいにアップしています。最新の動画をチェックしたいときはそれ以降の時間帯にアクセスしてください。以上、サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございました。